芥川龍之介。花。全知内宮の花といえば、池の尾で知らないものはない。長さは5、6寸あって、上唇の上から顎の下まで下っている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から内道場具部の職に上った今日まで、内心では四十個の花を苦にして編んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような下顔して済ましている。これは千年に当来の浄土を活業すべき僧侶の身で花の心配をするのが悪いと思ったばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という言葉が出てくることを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば花の先が金丸の中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中広さ一寸、長さ一尺ばかりの板で花を持ち上げてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても持ち上げられている内具にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草芽をした拍子に手が震えて花を粥の中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだんである。池の尾の町の者はこういう花をしている全知内具のために内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまたあの花だから出家したんだろうと批評するものさえあった。しかし内具は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は最大というような結果的な事実に左右されるためにはあまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は積極的にも消極的にもこの自尊心の毀損を回復しようと試みた。